総裁選の討論会でしたっけね。旧候補。で、まあ、9人のね、あの言動については今日ちょこっとね、インスタの方で触れときましたけれども、誰だったっけポエマーでしたっけね。ポエマーズンジローですけどもね。まあ、このズンジローはですね、まあ、愛も変わらずですけれどもね。前提条件なしにキム・ジョンと語り合うとか言ってたみたいですけどもね。頭いかれてますね。拉致被害者。 どうすんのまあ、どうでもいいんですよね。だからもうこの時点でわかる通り、結局自民党にとってね、拉致被害者なんかどうだっていいんですよ。国家の主権を侵害されてるんですよ。国家の主権を侵害されてるのに、そんなことはどうでもいいから、まずは北朝鮮と話しましょう。なんですよね。いや、まあね、本当にね、党員の人気を落としですね。 党員の人気を落としてて、もう本当にこのおっさんめちゃくちゃですからね。で、あと何ですか、あの、解雇自由のね、解雇自由を訴えてるっていうことでね。まあだから労働者の解雇って今難しいんですけれども、その正規労働者のね、解雇ですけれどもね。で、この正規労働者、まあいわゆる正社員と言われてる人たちですね。この人たちの解雇を自由にしようってやってるわけですよね。で、それが今いろんなところから批判を受けてるんですよね。 もうだからこれ明らかにですけれども、経団連とかね、経済同友会とか商工会議所のね、まあそういったいわゆる金持ち連中のこう犬ですよね。犬の発言ですからね。ワンっていうですね。竹中平蔵っていうかね、結局こう本人がね、考える頭がないのは、まあ皆さんもご存知の通りです。もうあの、ズンジロってバカですからね。武漢肺炎にかからなければ、武漢肺炎にかからないんですですね。そんなものを力説してどうするんだというですね。 でも力説してるんですよね。本当に頭おかしいとしか言いようがないんですけれどもね。でもそれを力説しないと気が済まないみたいでしてね。それをわざわざみんなの前で言って頭おかしいんじゃないのって。まあ結局頭がパーなんですね。